フィッシュストーリーは、伊坂幸太郎による日本の短編小説作品、及び表題作として、初週の短編集。また、映画、アヒルとカモのコインロッカーを手掛けた、中村義弘監督をはじめ、同じ制作スタッフにより2009年に、同名の映画作品として公開された。舞台版は、東京ハートブレイカーズにより2011年と2012年の2回、上演されている。 1975年、セックスピストルズがデビューする1年前、日本の売れないパンクバンド、激凛が解散前の最後のレコーディングで演奏した、フィッシュストーリーという曲が時空を超えて、奇跡を起こし、地球を救う、動物園のエンジン、サクリファイス、フィッシュストーリー、ポテチの4つの短編作品が収録されている。2009年3月20日に公開された。 配給は、ショーゲート。劇中に登場するバンド、劇林は、出演者によって、CD アルバム、フィッシュストーリーをリリースし、実際にデビューを果たした。楽曲のプロデュースは、斉藤和義が担当した。2011年6月30日から同年7月3日にかけて、劇団東京ハートブレイカーズにより、舞台化作品が、吉祥寺スターパインズカフェにて上演された。 その後、2012年6月19日から24日にかけてフィッシュストーリーレギオン T として再演。東京ハートブレイカーズ、フィッシュストーリー東京ハートブレイカーズ、アフターザフラット。ありがとうございます。